願いします。ももかと言います。お願いいたします。コツはこれって言ってあまりないんですけど、普通に生活してきて学校生活も中学2年生からこういった活動を始めていて、でまあなんか過ごしてたらいつの間にか今高校3年生になってった感じなので、でも受験の時とかやっぱりちょっと大変だったことがあって、その配信もあって塾にも通ってたので、ちょっと大変だったんですけれども、その母が支えてくれたのとかもあって乗り越えられたなと思うので、結構周りに支えられながら頑張れたので、私は特に何もしてないかなと思います。はい、先生方に知ってもらえて、そのやっぱり学業もしっかりやらなきゃいけないという部分があるから、どう思われるかなってなったんですけど、すごく応援してくださってて、私のルール配信とかも見てくださってるみたいで、そう、応援してるよって言ってもらえたのがすごく嬉しいなって思います。はい、ほぼ毎日配信とかしてたりするんですけど、たまに大変だなって思うことあるんですけど、そのやっぱりファンの方々だったりとか、そうコメントで楽しみにしてるよとか、終わった後だとすごく楽しかったって言ってくださるのがやっぱりやってよかったなって思うし、次も頑張ろうかなって思えるので、やっぱり言葉、そういったファンの皆さんの言葉だったりとかがすごくやっぱり頑張れるなと思いますですね。あとはやっぱり自分の周りで同じような方がこう頑張られてるのとかを、活躍されてるのとかを見ると、自分もやらなきゃなって思ったりもする時もあります、はい、すごく楽しみです。初めての方もいらっしゃると思いますし、何度か来てくださってる方もいらっしゃると思うんですけれども、やっぱりこう直接顔と顔見ながらライブするのがすごい楽しみだなと思います。すごく昔なんですけど、小学5年生の時に友達にカラオケに連れてってもらって、それまでは全然歌うタイプじゃなくて、まあ、マイク持って歌ったりとかするタイプじゃなくて、でその時にカラオケに誘われて歌ってみたら、なんかすごい楽しいなって思って、そこから歌うことに興味を持って、カラオケとかもすごいドハマりして、で小学6年生の時に歌手になりたいなってすごく強く思うようになってから本格的に始めました。歌う時に心がけているのは、はい、そのライブの場合でしたら、その初めの言葉というか、初めの一音をはっきり出そうと意識はしています。だって緊張しちゃってたりすると、なかなか忘れてしまうことがあったりとか、出ないことあるんですけど、やっぱり初めが大事だなと思うので、このところ気をつけて歌ってます。そうだな、やっぱりなんかそうリズムっていうかな、覚えやすいサビとかでも覚えやすいキーワードとかを作ったりと考えたりとか、メロディーもそうなんですけど、覚えやすかったりするのを意識したりとか、そうですね、なんか結構専門的なことわかんないので、感覚で作ってるんですけども、ライブとかでも盛り上がれるかなって、すごく楽しんで聴いてもらえるかなっていうのを考えながら作ったりしてます。はい、常に聴きたくなる曲は結構たくさんあって、愛子さんも聴きたくなって、愛子さんのキスハグが夏の、まあ、帰り道だとか、なんかそういった時間に聴きたくなるなって思ったりとか、そうですね、あと阿部真央さんのロンリーという曲が夏の恋の歌ですごく好きだなって思う曲です。はい、月に一度願いが叶えられる魔法月一で困った時に、まあ、月一で結構困ったりするので、月一で
はい、あのどっかで、はい、解決できる魔法いいですねそれ。あとは、まあ、ドラえもんの4次元ポケットを出したら結構解決しちゃうかなってな、あるかな、うん、はい、東京だとあのまだもんじゃ焼きを食べたことがなくて、もんじゃ焼きがすごく夢だと思うので食べてみたいなって思います。あと名古屋だといっぱいあのあるんですけど、私自身すごく普段紹介してたりとかもするんですけど、そうですね、そうだな、煮そみこびうどんとういろうを食べてます。ういろう美味しいので、はい、私自身初のナンバーライブなのですごくワクワクした気持ちで、その当日がすごく待ち遠しいなって思います。だあの初めてのあのワンマンでこういった長時間ライブすることも初めてなので、うまくできるかどうか不安な部分もあるんですけれども、あの頑張って皆さんとあの思い出の夏にできるように頑張りたいなって思います。と見どころはの生バンド演奏で歌わせていただくので、あの私自身もすごく楽しみだなって思ってますですね。盛り上がれる曲はすごくあの一緒に盛り上がっていただいて、新曲もあったりとかするので、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。8月11日上田桃子ファーストピーチサマーライブニューミー、一緒に暑い夏にしましょう。ぜひご来場ください。待ってます。